ということで、今バローロの、ワイナリー、コルテロモコルテロディモンテゼモーロ、あのね元フェラーリの社長のねモンテゼモーロさんにすごくあの似てる名前ですけど、なんか貴族の名前で、あのすごい遠縁の親戚らしいんですけど、そちらのワイナリーにいまして、今ですねこのコルデロモンディモンテレゼモーロの、バローロワイン、100% ネッピオーロワインなんですけども、こちらの方のですね垂直テイスティングを、試飲してたらですね、いきなりこう、ピエモンテをすごく案内してくれてる、トミーが、古いワインを持ってきてくれてですね、今これなんだっけな、これなんだっけな、2021年から2021年から1997年、そしてこれ1975年、やば。さあで試飲しちゃいますよ。これみんななんかわあ、なんか香りがすごい、香りがすごい。あーでもちゃんと熟成してきてる感じがする。いやでも1975年つったらあんまりまだ注目されてなかったことですよね。でなんで注目されるようになったんですか、バローロって。バローロっていうワイン自体はもともと昔からもちろんあったんですけど、うん、世界的なマーケットで有名になったのは1980年代にアンジェロ・ガヤっていう有名なガヤ、あガヤっていうワインね、アメリカで、うん、あの活動し始めて有名になったんですね。ガヤがだからすごいやっぱりすごかったわけだ。ですからその当時はもうアメリカを中心にマーケットを作ってたんで、うん、珍しい3780ミリリットルっていうボトルが存在するんですよ。なんで378、3リットルでも5リットルでも6リットルでもないのかっていうと、3780って1ガロンなんですよ。あ、1ガロンね。そうです。ははは。アメリカマーケットに合わせて1ガロンにしたわけ。そうです。作ってたんですけど、そこから有名になって、世界的に有名になって80年代、90年代からバロロバルバレスとブームが起きた。あ、ブームが起きたんだ。まあ、要は再発見されたみたいな感じだ。はいはいはい。成長した。ポッシブルリボストルディペンデント。いや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 、そういうことなんですね。ということでね、この、まあ、割とこう、割と大規模なあのワイナリーのこのモンテゼモーロで今1975年まで垂直テイスティングしておりまして、次は多分で次 何年、これ戦前戦中、第二次世界大戦前です。第二次世界大戦前って1940年代よりも前、30年代そうです。やば。この時代はラベルをあの年代をつけてなかった。あ、だから彼らにもはっきりとわからないんですが、ただ彼らはなるほど1918年から1940年までこのラベルを使ってたので、うん、その間で。なるほど。いやでも結構力強いね、1970。そうですね、綺麗に熟成してる。もうほとんど僕と同い年に近いですよね。でもワイナリーの人がめっちゃ撮ってます。ワイナリーの人がめっちゃ写真撮ってます。写真でビデオか。面白い。それリコルクされてる？してないです。だからコルクがひっついちゃってる。でもの割には結構元気だよね、コルクが。そんなことない。これはね、いいやっぱり戦時中のやつだったんでいいコルクじゃないんです。良くないコルクだとどういう感じなの？ひっつく。やっぱり持たないですし、基本的には。でもなんかそんなにボロボロにはなってないよね。どういうとこにそんなの残ってんの？トミーの秘密っていうことで。